クは僕のお嫁さんだよ。そう言ってくれたよりに、私はうんってうなずいた。嬉しかった。でも、いまだにそんな昔のことを思い出してしまう私は、やっぱり少し変なのかもしれない。よりはとっくにあの日のことなんか、忘れてしまってるはずなのに。さすが双子だね。いっか、頭の方もこれぐらい煮ればよかったのにね。ごめんごめん。いいんです。お母さん妊娠中ずっと横向きに寝てて、脳みそ全部よりの方に流れてっちゃったんです。新しい学説ね。はいはい、これで終わり。じゃあ次は脳みそ全部もらっちゃったより。教室戻れよ。待ってるよ。いいから。分かった。双子のできる方がよりで、できない方が私。そう言われるのも慣れたし、よりに冷たくされるのも慣れた。妹ちゃん。矢野くん。なんかダメダメなオーラ走ってんだけど。うん、ちょっと。何何何がちょっとなの？よりのこと。あいつが最近冷たいんでしょ。なんでわかるの？だってその話もう何度聞いてると思うの。そうだっけ。そうだよ。もはや自分で話してる意識がないってのはかなり重症だね。ごめんなさい。謝んないでよ。冗談だって。たださ、俺のこともたまには考えてよ。そろそろ答え聞かせて。うん。俺のこと嫌い？そんなことないけど。じゃあ好き？決めちゃってよ。もう少しだけ、もう少しだけ待って。本当にごめんなさい。
より、起きてる？寝てる。あっそ、じゃあいい。なーに？矢野のこと？うん、そろそろ返事しなくっちゃって思うんだけど、どうしたらいいかな。行くの好きにしろよ。そうだよね。ねえより、より本当に寝ちゃった？おやすみ。時々自分が妹じゃなかったらって思うことがある。でも妹じゃなかったら、私みたいな人間はよりと何の関係もなくなってしまうだろう。Much foolish talk about it. The papalagi are never happy with their time, and they complain to the Great Spirit that they have not been given more of it. They divide their day as one would divide a coconut into small squares.何イライラしてんの？してねえよ。嘘つけ。イクのこと。君たちは分かりやすいね。なんだよ君たちって。君たちって言ったら君たちの場合。決まってるでしょ。俺妹ちゃんのことまだ諦めてないから。勝手にしろ。
たの。分かった。帰ろう。どうしよう。あのね、さっき聞いたんだけど、明日ね、物理の抜き打ちテストあるじゃん。私も寝るぞ。あ、ごめん。もういいくすっかりしてよ。くすのき。よりって、イク見てるときはそういう顔するんだ。別に。妹って得だね。何が言いたいんだよ。たださ、思っただけ。俺帰るから。どうしたの？より？ずっと好きだった。もう嘘つけない。選んで。俺か他の男か。
ってんの？もう限界なんだ。ちょっと待って、ヨミ離して。俺を選ぶなら行くからキスして。自分に嘘ついてた、小さい頃からずっと。大切なのは行くだけだった。もう話したくない。ずるいし勝手だよ。そうだよな。待って。より
くごめん。好きになって ごめんな。二人ともずいぶん静かね。喧嘩でもしたの？別に。うん、別に。そう。ならいいけど。いつまでも同じ部屋じゃ嫌よね、あなたたちも。本採用になれば。もう少し余裕ができるんだけど。別に気にしないで。うん。でももう少し早くから働いておけばって思う。お父さんが嫌がったよ。そうね。ごちそうさま。うん。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。私も。行ってらっしゃい。行ってきます。ごめんなさい。いいよ。他に好きなやついるんでしょ？うん。で、そいつもイクのこと好きなんでしょ？多分。多分？君に話してきた。どうだった？いいよって。そう。好きな人いるんでしょって聞かれたから、うんって答えた。行こう。どこに？二人きりになれるところ。いく。次音楽だよ。早く行こう。うん、今行く。放課後教室で待ってるね。
もままならない細い足、大きな瞳を縁取る長いまつげ、飛行機雲を追いかける私と、それを見守るあなたがいた冬は、 So far away, So far away, So far far away。 じゃあ最後に合唱祭の委員を決めたいと思います。まず誰か立候補する人はいますか？立候補する人いませんか？立候補する人いませんね。じゃあ誰か推薦してください。なあ、ラッコ見たくない？見たくない。あ、そう。じゃあ妹ちゃん誘っちゃおっかな。お前諦めたんじゃないのか？情報早いね。今度の日曜日に3人でどう？ラッコもお前を待ってると思うよ。矢野。ん？やっぱ行こう。ゆうきくん。何？ちゃんと聞いててよ。誰か推薦したい人いない？ああ、楠木。え？楠木さんどうですか？私無理。じゃあ合唱祭委員は中島くんと楠木さんにお願いします。今日はこれで終わりにします。ねえ。ん？なんで私？ああ、ごめん。嫌だった。そういうわけじゃないけど、ただ、なんで私なのかなって。歌うまかったから。屋上で歌ってたら。あ、だから。やっぱりいけないことしてるんだよね、私たち。怖い？怖くはないけど。罪悪感？
みんなの前でなんでヨリと手つなげないのかなって。それがすごく嫌だ。ヨリは俺はこのままでもいいよ。行くとこうして一緒にいられれば。どうしたの？別に。大きくなったなと思って二人とも。何今さら。ねえ、二人には彼とか彼女とかいないの？もういてもおかしくないでしょ。お母さんその辺は理解あるつもりだから、うちに連れてきてもいいのよ。休みの日ならごちそうとまではいかないけど、頑張って何か作るから。イクはどうなの？俺はいるよ。イクはまだいないよ。そうなんだ。よりじゃあ今度紹介してね。うん、そのうち。楽しみにしてる。起きてる？起きてるよ。ヨリ。何？心配するなよ。心配するよ。彼女って誰？なんだ、そっちかよ。だってそんなのいるわけないだろ。嘘ついたんだ。しょうがないだろ。俺にはイクしかいないよ。家抜け出してドライブにでも行く？え？あー！できた！
れた。おいで。せーの。どこ？おいで。もっともっともっと。もういい？いいよ。はい。最近大声出してなかったから。なんだ、びっくりした。よいしょ。イクも出してないだろ。そういえば出してない。出してみ。うん。なんだよそれ。ちょっと待って。あヨリと私以外この世にいないみたいだね。うん。私たちどうして離れ離れになっちゃったんだろう。ごめん、何言ってんだろう。私俺は離れ離れになれてよかった。そのおかげで好きだって思える人が生まれてきてくれたんだから。ヨリ、
ないで。ヨリって今付き合ってる人いるの？いないけど。そうなんだ。じゃあ好きな人は？関係ないだろ。教えてよ。別にいないよ。待って。何？私見たよ。理科室で。だから私と付き合って。私ヨリのことが好きなの、ずっと前から。兄弟でなんて変だよ。いくが苦しむことになると思うよ、そんな関係。お前に何が分かんだよ。いくだけじゃない、よりだって苦しむことになる。勝手に決めつけるなよ。よりが好きだから言ってんだよ。よかったよ、育も一緒で。鶴巻との補習なんてきついよな。私も助かった。またページめくるたんびに唾つけるぞやるかな絶対やる。年は取りたくないもんだな乾燥するんだなきっと友果、これ合唱祭の曲決まったんだ。誰あれ？2年の時一緒だった子。
なんか失礼なやっちゃな。学校でキスするお前が悪い。ていうか妹とキスするお前が悪い。やっぱりダメなのかな。俺がイクのこと好きじゃ。そりゃダメでしょ普通。なんか急に弱気じゃん。親には？平気だと思う。だと思うか。いやの。何？お前まだイクのこと好きなの？好きですよ。俺から取ろうって思わねえの？思ってるよ。取ってほしい？人に決めてもらってどうすんだよ。逃げるなよ。お前が揺れたらおしまいだぜ。よりなんで。自分の気持ちに嘘つくなよ。じゃあな。ラッコ絶対見に行こうな。
楠木。何？廊下から見えたから。私じゃダメ。ヒクの代わりでもいいから。そろそろ帰ろっか。え？ヨリのこと気になってんだろ。そんなことないよ。大したことなさそうだったし。ごめんね、なんかぼーっとしちゃった。ここ出たら電話してみよう。今頃復活してるかもしれないし。この間テレビでやってたんだけど、イルカは脳の半分で寝て、もう半分で起きてられるんだって。忙しそうだね。忙しくなんてないよ。俺はちゃんと寝たいな。私は半分でいい。半分でいいからずっと夢を見ていたい。半分でいいの？うん、いいの。全部じゃ冷めた時に悲しいよ。だから半分。はい。何だって？話し中だった。そう。
これよりに渡して。何？開けてみて。うん。なんかあいつにラッコ見せられなかったの悔しいからさ。分かった、渡しとく。私も同じの買ってくる。言うと思った。何のよ。ヨリの気持ち知りたくて。あの後黙って帰っちゃったし。また黙っちゃうんだ。付き合う？好きじゃないけど、それでもよければ付き合おう。俺って最低だろ。いいよ。いいよ。好きじゃなくても。その代わり、好きじゃない間ずっと付き合って。私、ユリの困った顔も好きだよ。あげる。どこ行こうか。ねえ、どうしたの？
よりよりしたいんだろう。したいよ。困った顔見せてよ。嫌ならやめるけど。嫌ならついてきてないよ。それとも嫌って言ってほしい？よりの方が本当やめたいんじゃない？私ミクじゃないよ。喋るなよ。平気かな。何度も聞かないでよ。だってよりだって寝込むことぐらいあるわよ。そうだけど、よりお土産机の上に置いといたからね。おはよう。おはよう。よりは何か用事があるからって先に行った。
良くなったみたいよ。そう。いくも早く用意しちゃいなさい。うん。どうしたの？ヨリは？いなそうだけど。あ、どうせまた屋上だと思うよ。わかった。行ってみる。いく？トモか。何？私もヨリに用があるの。そう、ちょうどよかった。一緒に行こう。うん。ヨリって料理何が好きなんだろう。どうしたの急に。別に、ただ何なのかなって。家では卵焼き好きだよ。意外。そう。うん。私にはね。いくは、よりのことで知らないことないの？どうだろう。なんで？だって生まれる前からずっと一緒なんでしょ。それってなんか反則だよね。ヨリ、ヨリ平気なの？ああ。朝起きたらもういないんで驚いちゃった。ごめん。ちょっと矢野と話があって。そうなんだ。でもよかった、よくなって。あ、そういえば友果が用があるって。何？ユリ、私たちが付き合ってることをいくに言った？クスノキ！いくには知っておいてほしいから、ちょうどいいかなって思って。どういうこと？本当なの？うん、付き合ってる。いつから？
昨日よくわかんない。一日家で寝てたんじゃなかったっけ。ごめん、楠木と会ってた。嘘ついたんだ。このままじゃ陸のこと傷つけるだけだから。ひどいよ。ひどいよ。より私の気持ち勝手に決めつけないでよ。よりなんて大嫌い。行く。より行かないでよ。出せよ。今行ったら何も変わらないよ。殴っていいよ。嫌われてるうちはよりは私のものなんだから。行く、ちょっと待って。離して。行く、構わないでよ。いちいち構わないでよ。矢野くん私の彼氏でも何でもないじゃない。
バーカ。何してんだよ。妹ちゃん追わねえの？お前が追えよ。まだそんなこと言ってんのかよ。本当バカだな。うるせえよ。他の女で忘れようなんて無駄な考えはよせ。妹だろうが誰だろうが、好きなやつ好きって言って悪いわけないだろ。好きって言い続ければ相手が傷つくって分かっててもかよ。仕方ないだろう、好きなんだから。自分の気持ちごまかして相手傷つけるよりはいいんじゃねえの。矢野。何？お前偉そうだな。俺は好きなやつに好きって未だに言えない未熟者だよ。イクにしょっちゅう言ってたろ。そうだな。より、なんだよ。いや、なんでもない。立てよ。立って早く行けよ。一人じゃ無理だったら連絡しろよ。俺はもうちょっとここでサボっていくから。じゃあな。矢野。何？ありがとう。
より。行く。
行く。行く。ごめんな。よりずるいよ。選べって言ったのよりじゃない。私はヨリが好きだから、ただ好きだから。じゃなきゃ、じゃなきゃ今になってまた一つになろうなんて思わない。妹じゃなきゃよかったなって何度も思った。好きになっちゃいけないのに。好きで仕方なくて。そんな自分に苛立って、勝手に不安になって、でもどんなに自分に嘘ついても やっぱりダメだった。俺は行くしか好きになれない。何？あげるものがあるんだ。これ。ごめん。潰れちゃった。ううん、全然いいよ。ちょうだい。ありがとう。懐かしいな。より覚えてたんだ、あの草原のこと。当たり前だろ。
じゃああの時なんて言ったか覚えてる？ああ、なんとなく覚えてるけど。なんとなく？いや、ちゃんと覚えてるよ。じゃあ行ってみて。今？今。イクは僕のお嫁さんだよ。正解。イク、行ってみようか。どこに？あの草原。本当に？うん。あそこ行ってもう一度指輪作って、もう一度さっきの言葉言わせて。うん、行こう。かな。うん、もうすぐその先だと思う。本当にここ？間違いないよ。みんな亡くなっちゃったんだ。そうだな。指輪作れないね。ごめんな。ヤリのせいじゃないじゃん。やっぱり戻れないんだな。え？あの時間とあの場所には戻れないんだな。
どうした？ここにちゃんと埋まってるって思えたらなんか安心だから。うん、うん、行く。何？じゃんけんしよう。え？じゃんけんぽい。あの日もやったろ。ほら早く。うん。よし。よし。重い？すごく。ひどい。降りる。いいから。やだ。行くぞ。一二三四五六七八九十。えい。じゃんけん。はい。あ。よし。行くよ。よし。いくよ。はい。1はい、2 3 4 5 6 7 8 9 10。今やると私無理だよ。そうだよな。やめる？やめない。よし。じゃんけんぽい。やったー、勝った。いくよ。はい。よし。走るのなしだよ。はいはい。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、よし。じゃんけんぽい。さすがにもう無理だろ。平気。よし。1 2
じゃんけんぽい。やったー、勝った。よいしょ。一、二、三、四、五。ありがとう。下ろしていいよ。より。俺嘘ついちゃったな。え、行くわ。行くわ。行くお嫁さんになんかできないのに。あと10歩。10歩歩かせて。Thank you.
く。笑って。あの時からずっと行くが大好きだよ。私もあの時からずっとヨリが大好き。She